皆さんこんにちは。音と水の魔法の周波数であなたの魅力を引き出します。トリニティジャンベヒーリングの未来あかりと、あなたの皆様のニューでございます。あなたの脳の回路を開運、ハッピー、ラッキーに変えちゃう魔法のメッセージをお届けします。はい、このショート動画が良かったと思いましたらチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では今日の魔法のメッセージを、はい、読んでいきますね、はい、昨今では太陽磁場の影響によりグラウンディングしにくくなっています。その影響で痩せこけてきた方は動的瞑想を取り入れ大地への感謝と癒しを加速させていきましょう。断命が回避できますわよ。できますわよってことね、はい、はい、今回もね、光の妖精さんと宇宙仙人ニューコさんのこうメッセージということでね、はいはい、今回の太陽磁場、はい、太陽磁場というのがテーマになってまして、はい、まあね、まあ、太陽というのは我々の生命のこう源の光をな与えてくださっているので、うん、あの全部こういいものかと思えば、その宇宙線っていうのかな、なんかオゾン層が薄くなったりとか、うん、ね、その、体に良くないものであるとかね、強力な磁場とか出てくるとちょっとあの体にねこう負荷がかかりすぎると言いますかね、変調を来すとか ね、うん、いわゆるね、まあ、ある方に言わせれば、まあ、その太陽の強力なエネルギーが地球を消毒している、うん、ともね言われるんですね、はい、ですから消毒されちゃう側になっちゃうとね、あの消毒されちゃいますので、されないようにしていかなきゃいけないんですが、だからその消毒され気味な方っていうのはどんな現象が起きるかっていうと、まあ、我々のこの肉体っていうのは地球の大地からね、あの、うん、の恵みで作られた肉体ですから、うん、その大地とのこのグラウンディングね、ここがこう滞ってきますと、こう肉体的なあの弱りと言いますか、あのしんどくなってくるわけですね。で、まあ、食欲不振になってみたりとか、元気出ないとかね。で、まあ、そういうことが続いていきますと、まあ、痩せていくんですけど、まあ、単純にね、あの女性の方がねダイエットしてスマートになって綺麗になったっていう痩せるだったらいいんですけど、まあ、この場合なんか生命力がこうだんだんとこう途切れていくような現象になりまして、イメージはね、こう痩せこけてくる。痩せるとね、痩せこくてちょっとイメージ違いますよね、うんうん、なんかこうムンクの叫びみたいな感じで、ね、ほがこけて、うん、そうちょっとあの精気がないような感じですね、うん、方向性はね、はい、でね、まあそういう方向になりやすくなるんですよ、あの太陽島の影響でね、グラウンディングがこうしにくくなってね、うん、しっかりグラウンディングできるように日々そうなんですね、意識していくんだけど、ね、じゃあそこでどうすればいいか、うん、まあ、よくね、まあ、スピリチュアルの世界の中では瞑想といってもね、今まではこう静的瞑想、静かにね、静かにこう瞑想していくっていうのが、まあ、大体のまあ主流ではあったんですけど、これがね、光の妖精さんたちが言うにはもっとこう喜びワクワク感を出す、心も体も細胞もね、こうワクワク感でこう弾むような瞑想したらどうですかって、まあ、それをね言葉にしたら、まあ、静的っていう静かにやるのに対して今度は動的、はい、ね、まあ、動きですね、まあ、これを持ったらあのまさにトリニティ・ジャンベヒーリングがやっていることですよね。そうですね、音読会ライブとかね、はい、あとは対面セッションじゃないか、はい、対面セッションですね、はい、対面セッションでもあの、ね、お昼休みとか、はいはい、休憩時間を使ってですね、はい、こういった、はい、あの動的瞑想というのはやってますね、はい、あれね、動的瞑想なんですね、我々がやってるのは、ね、これ言葉で言ったら瞑想という、こうジャンルで言ったらね、まあ、そういうことですね、まあ、それをやることによって振動数が上がって、活性化してね、グラウンディングがしにくく、ね、やりやすくなるということですね。それによってね、その痩せこくたままではまあ命取りですからね、まあ我々が、ね、取り扱っているこのフェニックスウォーター、これもどうも、ね、寿命が伸びるとも言われてますので、てます、ね、はい、この動的瞑想とフェニックスウォーターを使っていただいてね、うん、はい、寿命を、ね、どんどん伸ばしていただけたらと思います。はい、はい、今日も一日明るく軽く楽しくお過ごしくださいね。それでは皆さんご一緒にいつものパラレルジャンプをしましょう。3、はい、ジャンプジャンプジャンプ、パラレルジャンプ。
ありがとうございます。ありがとうございました。皆様からのご感想、コメントなどお待ちしています。はい、では次回もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。